ニコニコ長会議に政治家がすり寄ってます岡田さんはなぜ参加しないんですか <laughs> ええー、ニコニコ長会議ニコニコ長会議っていう発想が嫌いだからだろうなこれはもう本当にいくら誘われても俺は行かないよなっていうのはなんかこれなんだろうなネットワークの力で パソコンやネットワークの力で、えー、家にいながら自宅にいながら、えー、テレビ放送みたいなのができてで僕は自分の考えていることをしゃべれるしあとみんなも自分の考えてうのをコメントに載せてこう出せるわけじゃない。でそれが僕は好きなのになんかねうんじゃあ実際に集まってみよう何かあるよっていう。 ショーケーケスみたいなもののを作るっていうのが僕はあんま好きじゃないあのそれなりに価値があるし行ったら楽しいだろうしあとそこでしか見れないものがいっぱいあるのも分かるよ。例えばコミケっていうのがあってさ同人誌っていうのが本当はネット販売すればいいし全部デジタル化して、えー、例えばアマゾンとかでやったりあと無料でブログで公開したりしたら別にコミケなんてい,わいらないじゃないの。なんでコミケっていうのが必要なのかっていうのと同じような話になっちゃうんだけども。 コミケはもともと同人誌文化ありきのところだからまず集まらないと話にならないっていうのがあったんだけどニコニコ町会議ってさ後付けの理屈で何か始めてるところがなんか気に食わなくてそれでいかないですね。で政治家がすり寄ってるのはそれはそうだよね政治家にとってはなんだろうなあの今ネットとかニコ生とかに理解があるそぶりを見せれば。 農家に行って頭下げて票をもらうよりはずっと簡単にうんオタク層とかネットユーザーっていうのはちょっと親しいふりをすれば自分たちの味方になってくれるというのがはっきり分かっているからだろうね。でその戦略は正しいしあとねなんだかんだ言ってもねあのどんなに正論を言っても 利害関係がないと動かない。選挙民っていうのをずっと政治家っていうのを見たわけだよ。で、それに比べてネット民っていうのは利害関係と関係なく、正論を言えば納得してくれるっていうね。理想の選挙民なんだよ。<laughs> 実はいや。これ馬鹿にされてんでも何でもないんだよ。そうじゃなくて、ようやっと俺正しい組み合わせだと思うんだよ。だからネットってよ。その国ではもっと選挙に活用されてるんだけども。 日本でもその選挙でこれまで活用されてなかったのは何でかというとなんかサイトを作らないから何からっていうんじゃなくてネット民のところに政治家が具体的に足を運ばなかったのが本当に単純にそれだけの理由だと思うんだ。なのでここから先はなんか政治とネットの距離はもっと近くなると思います。